ちは、小原です。今日は D&M ホールディングス、白川オーディオワークスにお邪魔しておりまして、大注目作の AV アンプ AVC-A1H のセゾラインを見学させていただくことになりました。こちらの方が、工場の、レイアウトになっています。で、今いるのがこのエリアですね。で、向かって右側のところ、あ、すみません、左側のところが、部品倉庫という形で、物が入ってくるとここのところに部品の方がストックされる形になります。で、これから一番最初に、向かうところが自走機化という形で、ここのところには SMT とか、ディスクリート挿入機がありまして、基板の方に、部品関係を実装するマシン関係がここにあります。で、ここで基板の方を機械で部品を装着した後に、2つ目に向かうところが基板製造化という形で、基板の手挿入部品関係、機械では打てない部品を手で刺す部品なんで、部門なんですけども、こちらの方に、基板の方を手挿入を行って、自動ハンダ付け、それから基板のチェックという形がここの部門で行っています。ここはじゃあ機械がやってくれて、はい、ここは機械ができないものを人間の手を介して、はい、挿入する、そうですね、固定する、はい、取り付けるということですね、はい、で、はい、その後、ディップ、自動ハンダ付けを行って、はい、チェックを行っている部門がここです、はい、で、今日A1 の方の生産を行っていまして、こちらの方、このラインのところで、はい、AVR-A1 の方の生産を行っています、はい、で、AVR のラインに関しては1本、2本という形で2本ラインありまして、はい、こちらの方のラインに関しては、ハイファイ関係、SACD プレイヤー、それからプレミアアンプ関係の生産を行っています、はい、今日はこちらの方のラインに行きたいというふうに思っています、はい、で、出来上がった製品に関しては一番右側の方の倉庫の方にストックされるという形で、はい、部品の方が左から入っていって、右の方に完成品が出ていく形の、工場のレイアウトになっています。まっすぐ流れるわけですね。そうですね、はい、はい、じゃあ製造ライン見学したいと思います。こういった IC 関係であったり、面実装関係を装着しているのがここの部門になります。で、ちなみに、こちらの方に部品の方ありまして、チップ部品なんですけども、見方的にここに2125って書かれているのは 2.1mm×2.5mm の部品って形になります。ほう。で、1608-1005となりまして、1005っていうのは 1.0mm×0.5mm の部品になります。ほう。で、今我々のところのハイエンド MVR 含めて使っている最小の部品がこの0603という部品になりまして、 0.6mm×0.3mm の部品という形でかなりちょっと小さい部品になりますこれはもう人間ではとても無理ですね。そうですね、ちょっと手でつけるのはもう困難、困難ですね。機械ではないとちょっと装着ができないという部品を使っています。これベンダーさんから来た状態では連なってるわけですよね。あ、そうですね、こちらの方にあるんですけど、ね、あ、はいはいはい、こちらのようにテーピング関係でここにこう一個一個部品が入ってる形で、はいはいはい、これで納品されてきます。なるほど。で、これを機械の方に装填してエアで吸って該当する基板のところにこう部品を装着していくというふうな形になります。あ、空気で吸い上げてそれをこう置いていく基板の該当の場所に、ね、そうです、はい、あ、なるほど。相当これはしっかりと吸い上げて入れないと、こんな小さいもんだから。そうなんです、目的のところに届くのに なかなかこう大変ですね、これね、はい、うん、機械じゃないととてもできないという形ですね、で、実際にじゃあ SMT ラインの方に行きたいと思います、はいはい、約2年前ですねに導入された SMT のマウンターになります。 SMT っておっしゃってるのはさっきの説明で面実装マシン、はいはい、サーフェスマウンテンテクノロジーという形になるんですけども、はいはい、で、ここで1系列って形なんですけど、はい、まずこの機械の方が、基板の方にクリームハンダを塗布しています。クリームハンダというのはこういったクリーム状になっている、これがハンダなんですね。そうなんです、これがハンダ でこのやつをメタルマスクと言いまして、あそこにこう穴が開いた金属の板があって、はい、で、基板をこう合わせて、で、そこをスキージでこう擦っていくとか、擦っていくと穴にクリームハンダが入って基板の方に投入されるって形の。なるほどなるほど。内容、僕らのイメージだとハンダっていうとこう紐状になってるイメージがありますから、糸ハンダですよね、はい、それがもうこんなクリームになってる、はい、こういうクリームで、はい、で、これを基板の方にこう印刷をするって形がこの機械になります。これが2年前でしたか、入ったのが、はい、ここの1系列が2年前ですね、はい、で、次の機械の方が今投入されたクリームハンダが
正しく塗られているかどうか、はい、をこの機械で自動検査を行います。でこのクリームハンダがきれいに塗られてないと、あのハンダがあの部品がちゃんと結合されない、はいはいはい、もしあのそこが塗られてないと未ハンダになってしまう形になるんで、量とか位置とかを全部ここで自動検査を行って、いいものだけが後ろに出されるという形になります。あ、じゃあダメなもの、 NG のものはこの段階で弾かれると、ここであのエラー表示が出るんで。あ、なるほどなるほど、はい、今この四角い枠がチェックしてるっていう意味ですか。あ、そうですね、はい、今こう順番にこうチェックしてる形ですね。でこれがどん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 こう移っていくわけですね、はい、この面積の基板ってこれはリアルサイズではないんですかね。あ、ではないですね、実際の大きさ、うん、あそこに今基板が、あ、そうかそうか、うん、もっと大きいですね、はい、はい、でここから実装って形になります。そう、この段階ではまだハンダが塗られただけだから部品は乗っかっていない、乗ってない状態ですね、はい。でまあ、こちらの実装機って形になりまして、最初にこうチップ関係の小さい部品を最初にそう、はい、あの装着していって、徐々にこう大きな部品に。ということはさっきの0603あたりがここから始まって、ここから始まってる形ですね。でこの機械の、最大のスピードが1秒間にマックス21点まで装着できる機械になります。1秒間に21点マックスで、先ほどあの小さい部品ですね、はいはいはい、でそれはこの列のがその数ってことですか。そうです。あ、これが21個あると、あのノズルがあるんで、そこを順番にこう吸ってそれをパーッと置いていくイメージですね。なるほどなるほど。でこれを先ほどの説明をいただいたところだと、生産技術の方たちがこれのプログラムを組んでいく、はい、そうですね、はい、どこにどういう部品を載せていくかというと、そうです、はい、であらかじめプログラムを組んで、はい、この機械にそれを読み込ませて動かしている形です。なるほどなるほど。でこのやつが4系列あって、順番にこう装着していく形ですね。じゃあこの4系列はそれぞれの機械が違うことをやってるんですか。そうです、はい、違う部品をどんどん置いていく形ですね。マシンそのものは4台とも同じものなんですか。同じものです。同じものが違う役割をそれぞれ部品を入れてってるってことですね。はい、そうですね、はい、で最後の機械は、こういった大きなコネクターだったりとか、大きい IC とかとか、うん、あと向こう側にはトレー品が入ってますんで、うん、あの IC の BGA とか、うん、そういったものをここで装着してる形になります、はい、今なんかブザーが鳴ったのは、まあ、ちょっと部品の欠品かエラーかな。あー、なるほど。部品がもうリールからなくなっちゃったよとか、そ う、ね、そういうことですね、はい、ああ、これコンデンサーとかですよね。あ、そうですね、コンデンサー、アルミコン、ね、はい、あとは面地層のこのコネクターベースだったりとか、 あとはディップスイッチとかですね、はいはい、これは中のチップですね、はい、IC チップですね、 ですね。ああ、だいたいこういうリールにそうです、ね、収まってくるんですか、うん、あと IC 関係に関してはあそこにちょっとあるんですけど、トレー品でああ、はい、できますんで、はい、そういったものを機械の方に装填かけて装着してる形ですね。なるほど。ちなみに今流れてるのは A1H のどこの部品ですか。あ、あとすみません、これちょっと他のモデルですね。あ、これ他のモデルですか、はい、はい、AVR のデジタル基板なんですけど、ちょっと違うモデルですね、はい、なるほど。 AVR の AV アンプの基板ではあるけども、はい、A1H のものではない。 A1 ではない、はい、でここまで装着が終わると、こちらの機械がリフローロって形で、先ほどクリームハンダだったもの、はい、あれを加熱していって金属に結合するために加熱する機械になります。いわゆるコテのハンダコテの役割をするわけですね。それを待機で、うん、温めて、ハンダを溶かして待機で温める。そうです。何度ぐらいなんですか。260度ぐらいになってます。260度。はい、あ、でこう徐々にこう温めていって、うん、最後クーリングも当然この中でやるんですか。クーリングを行わないで、ここでクーリングですね。あ、もう自然、ここから今ここから冷たい空気が出ていて、ここまで来るとクーリングです。あ、出てきたものをここで冷やすと。はい、あ、今ちょうど出てきましたね。あ、本当だ。そうすると先ほどクリームだったものが、あのハンダが結合された状態、部品と基板が結合された状態になっています。これじゃあ表と裏両方と も、はい、もうハンダがクリーム状のも塗られて、はい、でここで両側をクーリングして完成ということなんですね。はい、完成というかこの工程が終わる。この工程が終わりって形になります。面白いですね、こういうの楽しいな、はい、あんまり他では見られないと思います。工場に来ないとこれは見れないことなんで、そうですね、はい。
でこれが綿実装関係です、はい、でこちらここまでで綿実装が一旦終わると。そうですね、はいはいはい、今作った基板がこんな形ですね。あ、いいですか触って。あ、大丈夫です。あ、すみません、ちょっとこういう、ここういう形で、はい、これが今流れているものの完成基板。そうですね、これ AVRX4800 のデジタル基板ですね。あ、4800、あ、はい、ここにシャークがありますね。 DSP のチップが見えます。アナデバのシャークですね、はい、でこの後後工程でこのコネクターだったりランタン子だったりとかっていうものが後工程で取り付けられる形。これは人間の手で介して取り付ける。そうです、はい、はい、ラジアル挿入といった形で、コンデンサーとか縦型の抵抗とかトランジスタとかを装着している機械になります。うわ、これすごいな。今電解コンデンサーが、はい、はい、どんどん装着されている形ですね。音がちゃんと入ってるかどうかあるんですけど、機械の音が聞いて僕の声が消されてるかもしれないけど、いや見ててこれはすごいですね。これ今アームみたいなのが2本見えますけど、はい、コンデンサーを支えているものと、はい、で音を落としてるわけですよね。そうですね、はい、押して落としてる、下から押し落としてる、下から棒が出ててそれが合わせて物が投入されて、はい、でリードを外外にこう曲げるところまでが1年で行われています。あ、じゃああの裏ではリードを曲げてるんですか。外に曲げてます。そうすると下逆さまにしても部品は落ちないって形になりますので。今見えてないけど、あの下側のアームがじゃあそれをこうやって曲げてる形ですね。で我々作っているのがオーディオ製品なんで、やっぱり音質重視するとこういった電解コンデンサーだったり、コンデ、あの普通のコンデンサーも全部ディスクリートを使いたがるんですよね。あ、そうですね、うん、はい、さっきみたいなチップとは違ってこういう、はい、大型のコンデンサーですよね。大型って言ったら言い方変だけ ど、はい、どちゃんとリード線のある。そうですね、どうしても音質重視になるとこういった部品を多く使う形になりますので、あの我々としてはこの機械は絶対必須な機械になります。これもやっぱりその先ほどの話のように生産技術の方たちがどこにどのパーツを入れるっていうデータを作って、それをここに機械に読み込ませて組んでいくと。そうです、これ見ると3種類ぐらいの銘柄の違いがありますよね、はい、ありますね。同じ銘柄を一定にこうやってった後にまた違う銘柄をこうやる感じですか。そうですね、パートに分けてるんですかね。あ、基本的にはその種類ごとに分けて売ってる形になります。なるほど、はい、横型の基板をあの部品を挿入する感じになります。こういったジャンパー線とか抵抗とか、そういった横型の部品ですね、はいはい、それを装着しているのがこの機械になります、はい、でこの機械は去年の12月にあの導入したばっかりです。あ、そうですね、一番新しい、一番新しいです。で見ていただくとすると超ハイスピードで売ってますね。これあのジャンパー線というのは、はい、あらかじめそのサイズに切ってあるんですか。この状態ですね。素材はこうずっと長い針が、あ、長いやつをじゃあ打ちながら切ってる。そうなんです。そのピッチがいろいろ5ミリだったり10ミリだったりあるんで、そのピッチに切って曲げて挿入して抜く前にまた曲げるということを一連で行っている機械になります。あ、じゃあ挿入する前に長さをある程度切っちゃってるわけですね。そうですね、機械の中で、はい、あ、なるほど。なんか機関銃で撃ってるみたいですね。そうです、マシンガンのような感じで音を聞こえると思うんですよね。今リード線じゃないですか、はい、これ同じ形でまた抵抗も。あ、そうですね、こんな感じですね、でピッチもそれに合わせてリードを切って曲げてって形になると思います。これハンダはこの段階では打たないですね。この状態でまだ何もついてない状態ですね。こんな感じで本当だ、曲がってるだけですね。状態ですね。あ、なるほどなるほど。でこの後じゃあ、あ、ごめんなさい、ハンダ層に流れていくと。そうですね、あの手層に部品を挿してから、うん、ハンダ付けが行われる形になります。あ、これはだから同じものが9枚、ね、これも4800 AVRX4800 の、パワーアンプの9チャンネル分ですね。これで1台分の、あ、そっか、9チャンアンプだからこれで 1台分の、はい、これで1台分のパワーアンプって形ですね、はい、同じものが9枚あると。そうです、あ、すごいすごい。これは片面基板なんですか。これ片面基板ですね、はい、で先ほど見てたデジタル基板があれが多層基板になります。4層だったか6層だったかでしたっけ、はい、うん、そうですね、はい、片面なんで片方だけがパターンが銅箔になる形ですね。あ、本当だ本当だ、あ、なるほどね。この段階では
あ、レジストはもう売ってあるのかな。あ、そうですね、うん、あの生板、この生基板を購入した段階でレジストまでが、もう入ってるんですね。そうですね、はい、その状態でベンダーから納品されると。そうです。はい、わかりました。でここまで挿入されると今度、マニュアルインサートの方に行きたいと思います、はいはい。ハンダ付けした後に正しくそれがついてるかどうかっていうのは、うん、外から見てもわからないんですよね。あ、でそのためにこちらの機械 X 線なんですけども、レントゲンで撮るってことですか。そうです。はい、で実際にあのサンプリングで作ってるのがこれか、これが BGA なんですけど、はい、この丸い黒丸のところがハンダ付けのされてるところですね、はい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 。で場合によってはこういった形で稀なんですけどボールがないものっていうのがあるんですよね、そうするとハンダ結合がされてないんで、あの動通がちゃんとしてないって形で、あの動作が動かないとか、弾かれるんですか。あ、これ弾かれるってこれはチェックするだけ。そうです、チェックするだけ。あ、でこういったものがあの不良があるかどうかっていうのを抜き取りで確認をして、あのそういった不具合がないかっていうのを確認はしています。ただ本当に稀ですね、1年に変わるかどうかぐらいの。あ、そのぐらいレアなケースなんですね、はい、そうですね。ああそうか、目視じゃわからないから、はい、レントゲンで X 線で見てると、投資をしてちゃんとついてるかなって形を確認しています。うん、すごいな、こういうところまで X 線を使ってるというのは。そうですね、想像できないですね。じゃあ次に基板製造科に行きたいと思います。はい、はい。こちらの方が、まあ、手で挿入するという工程になっています。で基本的には我々の作り方としては一人の作業者が一種類の基板の全ての部品を刺すって形の工程の割り振りをしています。なので少ない基板だと約30点ぐらい、多い基板だと100点以上の部品を刺す形になるんですけども、そうするとどこに何の部品を刺していくかが多分覚えられないっていう形がなりますんで、我々のオリジナルなんですけど手挿入支援機というものを使っています。で仕組み的には上にプロジェクターがあって、はい、鏡でそれを反射かけて基板のところに刺す部品のところにこうマーキングが出るように、そういった形でそのマーキングを目指して作業者は刺していくと全ての部品を忘れないようにこう刺すというようなシステムを使っています。あ、ただ作業者の方はその光っているところに目指して一番から順番にこう番号が割り振られていますのでその部品を取ってこう、あらかじめ刺すべき部品にはあの 通番がしてあると、はい、番号が打ってあると、はい、でプロジェクターで映されたところにその番号が示されるんですね。刺す部分が光るというんですかね、そこにすると該当する部品をこう順番に刺していく的な。やっぱりそれは1から順番に刺していくってことなんですか。そうです、はい。で最後まで行くとチェックしなきゃいけないところが全点灯するんで、忘れ物なく刺したよね、曲線割っているよねって確認をしてあのハンダの方に流すって形ですね。あ、曲線はそのやっぱり分かるんですか。一応プロジェクターで基板の方に、あの曲線がある部品の方はそのマークが書いてありますんで、そこをこう目視で確認していく形ですね。はい、なるほど。こういったオリジナルのものを使った形で生産の方は行っている形 で、で手挿入が終わった後に自動ディップ挿って形でここでハンダ付けを自動で行います。はい、でハンダ付けが終わった後に作業はハンダ付けの修正という形で、あのハンダがちゃんとついているかどうかを目視確認をして、もしブリッジとかそういった不具合があれば修正をするということがここで行っています。でこの後表側を見てここで手挿入した部品の曲線が合っているかとか浮き傾きがないかもここで確認を行っています。でその後にあの基板によっては外観検査、あとはインサーキットテスター、ファンクションチェッカーという形で基板の方の動作確認、先ほどお話しいただいた、はいはい、そういったものを確認をして OK になったものが製品製造課のメイン組み立ての方に供給される形になっています。うん、これ場合によって機種によってっておっしゃったその はい、カメラっていうかあのどういうふうに刺さってるかのチェックっていうのは なんでその機種によってあの基板によってって言った方がいいですかね。あ、基板によって、はいはい、先ほどあの見ていただいたデジタル基板、はい、あれなんかはあの外観検査が必須になりますので、ああいったものに関してはこちらの外観検査でチェックを行ってあの全ての部品が正しくついているかとかそういったものをやっている形ですね。あ、分かりました、分かりました、はいはい。でここで品質動作をチェックするわけですね。はい、そうですね、はいはいはい。じゃあ具体的にちょっとこちらの方行きたいと思います。はい、この基板をセットしてそのやつを作業台に置いて手挿入をするって形、今あの刺さなきゃいけないところ光ってるの分かりますかね。あ、手に反射してますね。はい、でそこの場所に向かってこう刺していくイメージですね。で慣れてくるともう最初から全点灯させておいてって形なんですけど、もし不慣れな基板とか、あの最初からやるという時には順番にこう光らせていって、あの
刺す部品を間違わないように全部の部品を刺す形の作業を行っています。で電解コンデンサーでいきますと、ここにこうマイナス表示の方、はいはいはい、線が引いてありますので、はい、で基板の方のシルクの方にもあのちょっと大きめのマイナス表示ありますね、はい、ありますので、はい、その方向に向かってこう刺すって形でなりますので、はいはい、作業者の方は部品の特徴を覚えてそれに合わせてこう挿入している形になります。もうなんかリレーからコネクターからコンデンサーから、はい、ソケットからいっぱいいろんなものをここでやるんですね。そうですね、全く異なるものを、はい、こういうことをやってらっしゃる方が同じことをやってるわけですね。そうです。何人かいらっしゃって、はい、12、3名で今指してますね。なるほど。で AV アンプでいくと大体6種類7種類の基板が使いますので、それぞれ別々な作業者がそれぞれ担当して手相に行って後ろに流していくという形になりますので、なるほど、1種類でも間に合わないとラインの方が止まってしまう形になってしまうので、これはすごくアナログな感じですね。そうですね、うん、だけど重要なんですよね。部品が浮いてたり傾いたりすると後で刺されなくなったりとか、はいはい、一点でも部品が間違うとやっぱり後ろの工程で動作異常になってしまいますので、うんうんうん、さっき自動装填マシンで裏側から足曲げるみたいな作業があったじゃないですか、はいはい、ここは今刺すだけで足曲げ、ここは刺すだけですね。足曲げたりって作業はここではやらないですね、はい、うん、で全ての部品が、挿入終わると確認をしてそちらのコンベアの方に基板のディップパレットごと載せる形になります。これごと、そうです、はい、で全て同じ幅のディップパレットになってますんで、どの基板が来ても流すことができるようになってますんで、あのモデルの切り替え時間というのが不要、段取り替えがいらない形の作り方をしています。これ接着剤ですね。なるほど。これで出来上がったと。そうですね、はい、で今基板が反らないようにガードをかけて、反らないようにあの基板が結構あのブロックコンデンサーが乗ってると重いんですよね、はいはい、そうすると基板がこう下側にこうたわむんですよね。あ、それをたわまないようにするためにこういったフックで基板を吊り下げて反り防止をかけています。なるほど。これもやっぱりこちらのノウハウ、その基板のノウハウで、うん、そういった形でアレンジを入れながら流している形ですね。うん、なるほど。ああいうふうに光ってますもんね、はいはい、で実際最初やる時には順番にその順番ごとに光っていく形ですね。どちらもできるようにしてありますので、これどの型もじゃあその光る順番というのは同じ順番でやっていくことなんですね、はい、このデータも生産技術の方がこれがベストだろうという形を狙って、なるほど、うん、あの作ってますんで、そうなんかこう重なってる部品がない、部品が重ならないように当たらないようになんかこうどれからやっていくっていう、あのこう見ていただくと類似の部品が結構あるんで、その類似が連続でいかないように、はい、勘違いで刺す場所を間違ったりとかそういうのもあるんで、あ、なるほど、似通ったものはなるべく別、ね、別あの離して使あの入れる作業をするという、あとなるべくこう低い背の低いものから先に刺していくみたいな、そうじゃないと当たっちゃう、後から手が入らなくなっちゃうので、入らなくなっちゃうもんね、うん、なるほど。こういうところではですね、さっきの A1H なんかだとターミナルが大きいから、はい、刺すのが大変みたいなとか、ね、重たいからみたいな話ですね。ありますね、はい、で実際こう流されていくと後ろの工程に流されていきます、はい、でこちらの機械が、フラクサーって形で松ヤニの液状のものをですね、あれをこうスプレーで塗布しています。糸はんだって真ん中のところに松ヤニが入っているのをご存知だと思うんですけど、それの液体状のものをですね、それをこれでスプレーで塗布をして、ちょっとで基板くるかな、ここでフラックスが塗布した後、こちらが自動ハンダ装置という形で、はい、こちらの機械でハンダ付けが行われる形になります、はい、でここのここからここのところがプリヒートという形で、基板の方を徐々にこう温めていきます、はい、で約120度ぐらいまで基板の方を加熱していって、はい、
ょっと上がっていただくと、ここがハンダが溶けている形で、大丈夫です。一次粉流と二次粉流という形で、こっちのポコポコしている方で、あの面実層関係の備品関係がここハンダがつくように、わざとポコポコしている状態になっています、はい。で、こちらの方に流れてくると、表面張力で全体がこうハンダがついて、最後はこう切れる的な感じですね。なるほど。はい。ちょっと、こっちはわざわざボコボコさせているわけですね。そうです。まあ、ちょっと基板真ん中辺なんで、ちょっと見ていただくと、はいはい、これ、小林さん、ハンダの成分そのものは全機種同じですか？はい、全機種です。で、このハンダに合わせて音質作りしてもらってますんで、あの安いからこっちのハンダに切り替えるとはできないです。そうですね、一切ないわけです、はい、で、最初のボコボコのところで表面実装部品が付けられると見えますか？お煙が出てきた。で、こちらに流れてちょっと一瞬ハンダがつくと。乗っかる？カメラ落とすとハンダ付けになっちゃう。そうですね、溶けちゃいますね。で、先ほどの基板なんですけど、こんな形になっています。で、ちょっとここやっぱ未ハンダが何箇所かあるのと、ちょっとこの銅色が出てるところですね。あ、本当だ。あとここがちょっとこうごちょごちょっとこうハンダがついた状態になってますんで、こういった、ハンダが悪いところを次の工程で修正するというのが修正作業になります。で、それ以外のところ、ベタのところとかも綺麗についてるんで、いい状態かなとは思いますね。これあれですか、悪い例としてサンプルとして置いてあるわけじゃなくて。そういうわけではないですね。今多分そちらの機械から出てきたやつの基板ですね。こういうのは、まあ、ごく当たり前に生じるんですか？そうですね。何枚にかに1枚出てくる？やっぱり出ちゃいますね。さっきいろんな基板が流せますって形で話したんですけど、ここがデメリットのところなんです。その基板専用に粉流の高さだったりとかスピードとかがアジャストできないんですよね。なるほど。早い。ああいうシートのジグがあるんですね。はい、過去にこう不具合があったところをマーキングしておいて、そこの不良を二度と出さないようにするためにって形で。ああ、そっか。置きやすい場所が、あれは置きやすい場所が、はい、ああいうマーキングしてあるんですね。そうです。で、そこのところもう一回充填で見て、漏れないようにするって形でやっています。ああ。本当だ。運ぶとき反ってますね、やっぱり手で。結構重いんで、はい。私もまれできないですね。 ちなみにあの方でキャリア何年ぐらいですか？20数年ぐらいありますね。これ専門って感じですか？そうですね、作業、はい、で、ここまで修正が終わると次の工程って形になります、はい、で、こちらがインサーキットテスターって形で、下のところにこうピンがたくさん立っているんですけど、そこが基板のテストポイントと当たるようになっています。あ、これですね。はい、この機械では、ピンで当ててその間 の抵抗とか、そういった形を全部測定して、ハンダがちゃんとついてるかどうかとか、ブリッジとかがあったらそこ相当って形で検出したりとか、あとは抵抗とかコンデンサーの、上数までこの機械で確認をしています。そこまで見れるんですか？見れます。それは当てたテスターで、その値が、もうあらかじめ分かってる？あ、そうですね。基本で設定してあって、あ、でそれを測定して、その値になっているかどうかを自動判定して、ここのところに OK とか NG とかの表示が入ってきます。で、もし NG があると R の100番がなんかおかしいでよとかって感じで、今検査した方ですね。これがじゃあ機種ごとにあるんですね？そうです。基板が機種ごとに変わってしまうんで、それごとにこれがある形ですね。なるほど。で、ここが印刷機とか終わると最後が
ファンクションチェッカーという形になります。でこちらの機械は、さっきはテスターでチェックなんですけど、はい、こちらは基板に製品と同じように電源を加えて、まあ、製品と同じ状態を作って基板のチェックを行っています。うんうん、そうするとあの IC とかに関しては向こうでは見れないんですけど、こちらは IC も全部動かした形で確認が、動作させた状態をチェックをするんですね。はい、そうです。あ、でこちらも自動チェックって形になりまして、作業者の方はこっちのチェッカーの方にセッティングして、でスタートボタンを押すと次の基板に行くって形で、あのチェック時間はちょっと他の基板をチェックするって感じで、チェックしてる時間はもうこっちに自動でお任せしとく的な感じですね。なるほど。じんぐりじんぐりそれをやってって、はい、あの乗せたらもう機械でやって、次のテスターに次の基板を乗せるって作業を、はい、延々とこう繰り返してる形ですね。NG が出たかどうかっていうのは、じゃあそのパーツなのか、うん、ハンダブリッジなのかっていう判断はまた別になってるんですね。そうですね、はい、分かりました。 OK になるとこちらの方に一時ストックされる形になります。はいはい、ここがもう製品組み立ての待ち状態のエリアですね。ここは合格商品なんですか。そうですよ、はい、うん、ここにこう合格って多分判定されてる状態で、ああ、うん、本当だ。はい、で今度製品の方はこの基板を分割をして製品の組み立てに使っていくって形になります。あ、なるほど。この状態はまだ切れてないですもんね。そうですね、まだあの綺麗な四角の状態になってますんで、うんうん、はいはい、こういったいらないところをこう分割していって、はいはいはい、うん、でメインの方に供給する形になります。なるほど。これちなみにどこ、あ、こういう折り目がで切れるんですね。はい、このスリットになっているこのビジ目のところがこう割り取られる形ですね。折って、折って切り分けていくと、はい、はい、今こちら4800、エバレックス4800のスピーカー端子の基板ですね。はいはい、リレーが乗っかっててターミナルがあって、はい、でこう仕向けになっているチューナーパックがあったりないとなかったりという形ですね。はい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 、かなりの部分を機械がやっていて、で人の手を煩わせる部分があまりないっていうところが、やっぱり説明を受けた時には小林さんからさっきの応接で説明を受けた時にはふーんという感覚だったものが、リアルに生で見るとあ、こういうことなんだっていうのがすごくよくわかります。うん、FA ファイナルアッセンブリー、はい、そうです、はい、ファイナルアッセンブリーラインです。で最初にこちらの工程で基板分割って形で、はい、あの必要な大きさのところに分割しているのがこちらの工程になります。ちょっと今こちらの別なモデルなんですけども、こちらが今 A1 を生産しているラインになります。これ A1 ですか。 A1 です。あ、で今ここでやっているのがラジエーターアンプの部分ですね、はいはい、のサブがここのエリアです。でここの真正面のところ、はい、あそこのところでフロントパネルサーバー C を作っているラインが真ん中のところでやっています。はい、で一番通路側のところ、はい、あそこでバックパネルサブという形で、はい、3つのサブをそれぞれバラって作っている形になります。なるほど。ここに一番人が多く集まってますね。そうですね、うんうん、サブ作るのがやっぱり肝になってきますの で、うん、で逆にメインの方はシンプルにそのサブを取り付けるだけという形になってきますので、はい、で今動いているのが自動で締め切って形で、今1チャンネルずつ取り付けて機械で締めていく形ですね。あ、はいはい、さっき上で説明を受けたヒートシンクに、はい、厚いこの銅板を乗せて、はい、その上に回路が1個1個パワーモジュールがこう入っていくわけですね。はい、そうですね。で機械が動いているときは作業者は別な方を2台持ちにしていて、なるべく機械し動いている間に次のやつを準備してって形で、機械が閉めている時間は有効活用するという形で組み立ての方は行っています。なるほど。で今の組み方をすればチャンネル数が増えていっても延長するだけで何チャンネルでもいけるという設備になっていますので、今やっているのがシリコングリスを塗るという工程になります。はいはいはい、パワートランジスタを取り付けるために、はい、その放熱のためのシリコングリスですよね。はい、ああいう自由があるんだ。はい、その上にローラーで、ローラーでまとめて塗っていきます。なるほど。また銅板の上に塗る。はい、また塗ります。これは自動化できないんですか。ちょっと難しいですね。シリコン、この後にマイカバンですね。あ、マイカバン、はいはい、はい、
で、マイカバンはネジ穴とマイカバンの穴をちゃんと合わせないと割れちゃいますもんね、うん、であと絶縁もちゃんとされない形になりますので、はい、ここは私もちょっと緊張しながら打ち出している形ですね。これは重要だ。チャンネル数が多いんで前側の塩よりも多いんですよね。そうですね、案外あれですね、たっぷり塗らないで薄く塗るんですね。そうですね、うん、あのシリコングリスがなんていうのかな、壁になってしまってネジを締めてもこう密着しないっていうんですかね。あ、はい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 、なるほど。で、あのネジ締めそうなんですけど、あの1回締めたとこもう1回締めに来て増し締めかけてます。ほう、普通1回だけで締めるんですけど、ええ、時間を置いてもう1回増し締めに来て、ええ、あの緩みがない形でそういった作業もやってます。増し締めするんですか。増し締めします。へえ、今ネジ締めてるところですね、向こうの機械、で今度こちらでは何ですか。この後、コネクタか、あのなんだっけ、温度検出用の今あの部品をつけてる形ですね。あの熱くなったらそれで検知してという感じの、はいはいはい、で今増し締めしてるところですね、向こうの機械、マジ締めしてるってことは、あれで、あのヒートシンクが出来上がったわけですね。出来上がった状態ですね。マジ締めなんていうと、なんか手でやりそうな感じですけど、はい、そうですね。ここがバックパネルサブの、サブラインになります。バックパネル。で一番背面のところで、あのスピーカー端子のところを取り付けてるのがそこですね。はい。で、一足ジグの方にこう合わせ込んで、その後に、バックパネル乗せてナットを止めていく形になります。あの今立ってるのはジグですか。そうですね、ジグ、あれをひっくり返してこう、 あの上にこうバックパネル乗せる、あれを乗せるんですね、はい、ああなるほどね。で、あのスピーカー端子は一個一個向きがあるんで、あのちゃんと一出しがあって、うんうん、でその向きを今合わせた状態で置いた状態ですね。あ、15チャンネルもあそこに乗っかってるわけですよね。そうですね、相関。今回のために復刻したスピーカー端子がずらっと並んでます。あれ見ただけでもこうパーツグルメ的な人はちょっとこうよだれが出ちゃう、うん、ね。あとこちらの方で基板の方を組み合わせをして、はい、こちらのジグの方にセッティングする形になります。で必要最小限のネジだけ締めたらば、あとはロボットの方でネジを締めていく形になります。この必要最小限のネジっていうのはどういう意味ですか。ですね、今回あのこのモデル、まあ、特有なんですけど、あの HDMI 端子のところって本当は裏からこう押さえたいんですよね。だけどもあの 8K のデバイスがあって、そこ放熱板がついてるんですよね、ちょっとそこ押さえができないんですよね。で押さえがない状態で機械で締めると、あの曲げてしまう可能性があるんで、そういったちょっと締められないところは人間が締めて、機械で締められるところは可能な限り機械でって形でやっています。今 XLR の端子、はい、バランスの入力なのかな、アウトなのかあれですけど、これが、ね、ちょっと理由があって、うん、あのバランス端子の周りにこう縁がありますよね、はいはいはい、あれとネジのクリアランスが、ね、あんまりないんですで、なるほど、ネジ締め切りやるとちょっと跡がついちゃう可能性があるって形で、そっかそっか、うん、それでそこは人間が締め切る形になります。確かにだいぶ ネジの取り付け部分と、そうなんです、あの縁の部分が近いですもんね。そうなんです、これはそうだ、人間がいる。それがここはロボットで締めていく形ですね。ここで機械が締めると、あの締め忘れとか、あとはこう失敗して傷をつけるってリスクが抑えられますんで、これネジ締めてって分かりますけど、はい、締め終わると RC の端子がキュッとこう上に上がって最後まで、うん、がっちり固定されましたって感じになるんですね。そうですね、このネジを持ち上げるのもエアで持ち上げてるんですか。あ、そうです。こういうところ磁石じゃないんですか。
磁石もやるんだけど、やっぱり落ちちゃう可能性もあるんで、エアと併用してます。あ、そうなんですか。はい、じゃあ今これ磁石とエアと両方使ってる形ですね。そうなんですか。はい。で、出来上がると外して、次の工程に行く形になります。ほう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 。今ちょっと締めがまたちょっと今いっちゃったみたいですね。はい。ああ、すごい。面白い。で、出来上がったサブに関してはこちらのコンベヤーに乗せてこうメインの方に供給されていく形になります。で、先ほどここがメイン組み立ての1工程目になります、はい、で最初にシャーシの方に冷却のファンとかブラケットとかそういったものを自動機で締めていく形ですね、はい、これ今底板ですね。メインシャーシ、あ、そうです、はい、これが底面ですね、はい、で、これが底面のこうひっくり返ってる状態ですね。そうですね、はい、ファンはこのこちらあそこああいう感じですね。あ、はいはい、うん、でフットがそこありますね。一個ちょっと持ってもらうと分かるんですけど、中鉄フットが結構重いです。いいですか。大丈夫です。お、重い。お土産にポケットにしようかなちょっと勘弁してくださいリアパネルが来ないんで、はい、他のやつに取り付けてる形ですね。で、2人目のところが向こうからラジエーターサルが流されてきますので、はい、それが取り付けてる形ですね、はいはいはい、でパートナスがその、ま、お真ん中のあるやつですね。あの方がパートナスの後ろですか。あ、ちょっと男性の方が乗ってくると思います。でもそんなにマッチョじゃないじゃないですか。ここはねそっか、梱包がマッチョ。梱包がマッチョなんです、うん、でも現物見ると大きいですね。大きいですね。めちゃくちゃ重いし、11キロぐらいあるっておっしゃってました。はい、重いんですね。 あんなの足元に起こったら本当甲が割れますね、うん、ですね。骨折ですね、はい、安全靴履いてらっしゃる。ここは違うんですか。あ、ここ履いてます。安全靴は、はい、でラジエーターサブがあると向こうからのパネルサブがフロントパネルサブの向こうに作ってくるので流れてきますので、はいはい、それをこの彼女のところが取り付けている形ですね。あ、はいはいはい、でここまで来ると大体製品の形に出来上がる形ですね。前と後ろがついてて側板と天板がない状態ですね。そうですね、はい、だからサブの方がしっかり出来上がっているので、ね、メインの方はこうシンプルにこう形ができてくる的な組み方ですね。なるほど。A1H のフロントパネルは8500と同じっておっしゃってましたよね。確か。そうですね、ほぼほぼ一緒ですね、はい、印刷が若干違うぐらいで、はい、でもあんだけやっぱりこう堅牢なスピーカーターミナルが並んでると、はい、壮観ですよね。ちょっと壮観ですね。でここまで来るともう動作ができる状態まで来ますので、はい、ここから調整検査という工程になっていきます、はい、でここのところがあの LED の、 あの筋が書いてあるのがアイドリング関係を測定するもので、はい、それがあのパソコンが何台か見えるんですけども、はい、検査の方は全て自動チェックで行われる感じになりますので、はい、作業者の方は必要最小限のこうコードを挿してあとスタートボタンを押せばあとはチェックが自動的に行われるという形になっています。あのテスターの数だけ見てるんですか。あれが1台ずつ見てるってことですか。 あれがアイドリング値を示してるんで、それが規定の中に入ってるかどうかって形では確認しています。今 1,2,3,4,5,6,7 10台ぐらいですか。12台ですか。13チャンネルぐらいですかね。13チャンネルぐらい、はい、15でしたよね。ちょっともしかすると切り替えてるかもしれないですね。あ、なるほどなるほど。これはちなみにここに置いてあるのはなんか QC カードがついてますけど、なんかちょっと不具合があったみたいですね。あ、そうですか、うん、ちょっとここだとあのフロントの L ちゃんの出力がなんかちょっと出ないとかって感じですね。こんな Wi-Fi 関係チェックするのにアンテナつけてるところですね、はい、A1 もそうなんですけど今の AVR は結構いろんな機能が搭載されてますんで、はい、やっぱ最後に検査する項目がどんどんやっぱ増えてる傾向にあるんですよね。
もうどん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 いろんな機能がファンクションが増えてますからね。そうですね。隣が今エヴァレックス4800生産してるんですけど、うん、向こうの人数の方が多分ここの倍ぐらいいる感じですね。なんでいる？あ、それは生産台数ですか？生産台数が営業の方から欲しいって言ってる台数が結構多いんで、うん、人数をかけて向こうは大量生産する状態ですね。逆にこっちは少量とずっと続くんで、うん、総人数で流してる形になります。なるほど。今ライトは出てるの傷ですか？傷です。はい、うん、今最後のイニシャライズをしていると思います。この機械ですか？はい。シッピングリセットって書いてあるんですね。はい、これから出荷するのに最後のリセットをかけている状態ですね。ネットワークとか Bluetooth とか一回接続かけてますんで、そうするとこっちの記憶されちゃうとお客さんに迷惑かかっちゃうんで、最後シッピングリセットって形で全てこっちで検査した内容を消去して、初期設定に戻してるわけですね。そうです、はいはい、ここで全チャンネルの出力レベルとあと歪み関係を全部測定かけてます、はいはい、なんかここだけちょっとこう、モデルによってここでエイジングをかけたりとかって形があったんですけど、最近のモデルもエイジングなしにしてますんで、はい、実際にここ40度にこう温度をかけて、ここで一晩とかにこう動作確認とかを過去をやってたんですけども、だからビニールハウス的になってるんですね。そうです、はい、で電源が全部セットにこう供給できるように。なるほど。エイジングかけるってことは、かつてはそのたくさんここに負荷抵抗みたいなのも並んでたわけですか？並んでました、ここに。で彼がいつも梱包やってる彼ですね。あと、もう一人後ろにいますんで。マッチョだ、すごいマッチョだ。で最初に製品の方にセレルナンバーを書き込みしまして、はいはいはい、でセレルナンバーのラベルを貼り付けをして、はいはい、あと製品をきれいに磨いてスレンペーパーでこうくるんで箱の中に収めていくって形になります。うん、でここがやっぱり職人技で、スレンペーパーをこうきれいに風呂敷包みっていうんですかね、するのがやっぱり慣れないとなかなか難しいんですよね。あれをスレンペーパーっていうんですか？あ、スレンペーパーですね。はい、それは製品名じゃなくて一般故障としてそういう形ですか？すみません、うちの部品名って言った方がいいですかね。あ、なるほど、はい、うわ、丁寧だな。丁寧ですね。これをきっちりこうなんていうのかな、綺麗に折るのってむずいです。あ、これは機種に関係なくやる？全部やってます。剥がした後のあの、うん、包装紙というか包み紙は、はい、もう結構無造作に捨てちゃいますけど、はい、我々心を込めて追ってます。そうなんだ、ここまで気遣ってやってるとそう無限にできないですね。そうですね、開けた時のお客さんがやっぱぐちゃぐちゃっとなったシレペッパーときっちり折られてるシレペッパー見た時の印象全く多分違うと思います。もっと大事に扱わないと。そうですね、ちょっとこういった形でやってると思うと、あ、こういう製品なんだなというのが多分実感できると思います。これはやっぱりこの紙は機種ごとにサイズが違うんですか？だいたい標準化されてるんですけど、やっぱり製品の大きさでこの吸盤という形でだいたいグルーピングはされてるんですけども。あ、そうですか、はい、やっぱ A 版関係はでかいんで新規で今回は起きてますね。そうですよね、はい、で最後にデノンのシールを貼り付けてという形で、これアメリカ向けを今日は見せてもらってるじゃないですか、はい、梱包の箱は型番が違うだけで同じもんですか？日本もAVC って書いてあるな。そうですね、ああいう違う品番になりますけど印刷変更で、ええ、箱の形は同じです。同じで、はい、ああいうシルエットも一緒です。一緒に入ってて、物が作られると一回ここのところに仮置きされる形になります、はい、で出荷検査の方 OQC はここから抜き取りを抜いて一回場所に持ってってもう一回開けて中身の確認と動作関係が異常がないかという形を確認しています。で出荷検査の方が OK ってなると初めて向こうの方の商品の方に収められる形ですね。何個に
1個ぐらいの形で抜き取り検査するんですか。その時のロットで変わる形ですね。例えば30台ロットだったら2台とかそういう形で、そのロットの台数で影響力が決められてますんで。なるほど。で梱包作業車の方はここにこうパレットで持ってって、で帰りにこちらからカートンとかクッションとかを必要なものをまた持ってまたラインの方に戻っていく形の。そうか、1回梱包して剥がしたらもう使えないわけですね。そうですね。でこちらの方が奥側クッション置いてあるのと、あとこっちがモデルごとにカートンケースがストックされている形ですね。で印刷が変わるとやっぱり変わるんで、種類がやっぱ増えちゃうんですよね。一番奥がもう出荷待ちで、コンテナの積載待ちのエリアが一番奥になります。最後にちょっとこの場所だけ説明させていただきたいんですけども、あの品質管理検定、特に QC 検定って言ってるんですけども、あの作業者の方をなるべく取るようにしてもらっています。で4級だったらちょっと勉強すればすぐ取れるレベルで、3級はちょっと頑張らないと厳しいかなって形 で私も2級までは取ってんだけど、1級はちょっと難しくて無理ですね。1級を持ってらっしゃる方いらっしゃるんですか。いないですね。あのレポートとかその辺の提出まで必要なんで。そうですか。はい、ちょっと1級はハードル高いですね。あとこっちが技能検定って形で、最近ちょっと取ってる人少ないんですけども、あの技能検定、組み立てに関しての技能検定を取ってる形ですね。こっちは国の方の検定ですね。はい、といった形で匠の作業者が生み出されてるって形になります。予想してたよりも人の数が少ない。やっぱりだいぶオートメーション化されてるっていう言い方変だけど、機械化されてる部分が多かったということと、それともやっぱりアナログでやらなきゃいけないというか、その昔ながらの手法がいくつかあるところがあって、そういうところではなるほど、こういうところは人の手を返さないとダメなんだなっていうのがすごくよく分かりました。だから新しいものと新しい手法と昔ながらの伝統的な手法、すごくアナログなものとのこう融合みたいなのをこの工場を見てて感じました。はい。